こんにちは、紫スポーツの伊藤です。今日はスノーボードのメンテナンスの大切さについてお話ししていきたいと思います。スノーボードのメンテナンスといってもいろいろあるんですけれども、よくあるのがスノーボードをしているとこういうふうに、ビスが緩んでしまってバインが動いてしまう。他には保管状態が良くないことで劣化が進んでしまうことによってこの辺のパーツ、ラチェットだったりラダーだったり、いろんなところがあるんですけど、こういった部分の、壊れてしまうのにつながってしまう、可能性があります。怪我をしないようにしてスノーボードを楽しむためにも、正しい知識を身につけてスノーボードの保管メンテナンスっていうのを行っていきましょう。あと、スノーボードのメンテナンスで大事になるのがワックスになります。こちらの滑走面に塗るメンテナンスのことですね。初心者の方はワックスを塗るとスピードが出すぎて怖いとかっていうイメージを持たれる方もいると思うんですけども、車に例えるとハンドルを軽くして操作しやすくするためのものになります。スノーボードのワックスをしっかり塗って快適なスノーボードを楽しめるように必ず皆さん行っていきましょう。ではシーズンインの前にチェックする項目を、お話ししていきます。まずバインディングのビスが緩んでいないかどうかっていうのをチェックしてください。滑りに行って、緩んでしまっているっていうのがよくあるので締めていただいて緩まないように、確認してください。もう一つがここのスノーボードの周りについているエッジと言われるところですね。ここが割れていないか欠けていないかっていうのも確認してください。バインディングのラチェット、あとラダー、こういったパーツのところが欠けていたり壊れていないかっていうのも確認してゲレンデに行くようにしていきましょう。シーズンが終わった後のメンテナンスについてお話ししていきます。まず、バインディング、理想はバインディングをボードから取って保管していただくのがいいんですけれども、なかなか自宅のスペースでそういったのが難しいとか、一回取ってしまうと付け方がわからないとかっていう方もいると思うので、そういった場合はここのついているビスをぎゅうぎゅうに締まっている状態から少し緩めてあげて保管するだけでもボードに対してのメンテナンスにはすごい良くなりますので、ビスを緩めて保管するようにしてください。あとこちらの滑走面っていうのはすごい滑っていると、汚れが付着した状態になっていますので、長い時間保管する前にボードのクリーニングをしてきれいな状態で保管してあげるようにしてください。せっかく買ったスノーボードを長く使うためにも、そして安全にスノーボードを楽しく行っていただくためにも、メンテナンスはとても大事になります。正しい知識と正しい方法でスノーボードを楽しんでいくためにも、メンテナンスを皆さん頑張っていきましょう。メンテナンスに関してわからないことがあれば紫スポーツのスタッフにいつでも相談していただければ丁寧に説明させていただきますので、お近くの紫スポーツへお越しください。